今回は高速目押しのやり方についてご紹介していこうかなと思います。高速目押しっていうのはいわゆるこのボーナス図柄をパパパッと素早く押すもので、 TikTok とかあと YouTube とかでも結構されてる方多いですよね。でもちろんこれができなくても花々楽しむこと全然大丈夫なんですけれども、新しい花々の楽しみ方としてこれまで高速目押しやってみたかったんだけどなかなかやり方がわからないっていう方でも十分に参考にしてもらえるような動画にしますので、ぜひ最後までご覧ください。早速やり方なんですけれども、まず最初に覚えておいていただきたいのは、リールのね直視であったり、あとはビタ押しみたいな難しい技術は必要ないということだけまずは覚えておいてください。コツなんですけれども、はい、今これでハイビスカスが光りました。でボーナス柄のまず位置関係をぼやっとまず把握することが大事になってきます。で、花々ピンク7と白7あるんですけれども、僕は白7を押すことをおすすめします。で、理由なんですけども、まずね白7の方がまずちょっと見やすい、これはね人によってもいろいろあるかなと思いますけれども、あとは右リールの停止形で白7ね、こうバーと白7ってつながってますけれども、ピンク7は1個空いてるじゃないですか、チェリーを挟んでたりするので、例えばレギュラーだった時に、右リールの猶予が白7の方がね1コマ、余裕があるので、そっちの方が揃いやすいかなという理由で、今回ねちょっと白7で説明していきます。ぼやっと見ていただいてるかなと思いますけど、まず一番最初早い白7どこかなってところで、この位置関係だと、特に中と右は近いので、もうスライドしてバッと、止めてあげた方が揃いやすいかなと思います。じゃあ左から順番に、はい、こういう感じですね。なんでこれぐらいの位置関係だと、もうスライドでバババッと、揃えてもらってもいいかなと思いますし、ちょっと離れてるとワンテンポ置かないといけなかったりするんで、その時はね、リールの7図柄の位置関係によってちょっと調整してあげてください。で次に、先ほど紹介した回ってるリールで7の位置関係がちょっとなかなか把握しづらいっていう方は、リール配列を覚えちゃうっていうのも一つの手です。例えば今こういう感じでスイカ外れの花々目が止まっている時に、この停止形の状態で例えば白7だったらどの位置関係かっていうのを把握する、リール配列を見て、あ、この順番だなってあらかじめ分かった状態で揃えるっていうのも一つの方法になります。例えばこれでいくと、今白7がありますよね、ここに。で右リールの白7がちょっとこの上の方にあって、で中リールのちょうど裏側ぐらいに今白7があるので、順番でいくと左右中の順番でこう白7が降ってきますので、その順番で高速で止めてあげると白7が揃うという形になります。ちょっと回してみますね。実際に1枚掛けで左右中っていう感じになってるので、これを素早く、はい、こういう感じで揃えることができますので、7の位置関係把握しづらいという方はリール配列も覚えちゃうっていうのも一つ手です。お店だとね、すぐ横に配列が載ってるやつもありますし、あとはネットで調べてもすぐ出てくると思うので、そういうので挑戦してみてください。そして今までの方法でもやっぱりまだ難しいよという方は、1ゲーム余分にかかってしまいますけれども、あえて準備名を用意してこの高速で揃える感覚を味わっておくっていうのも一ついい方法だと思います。例えばこのハイビスカスが光った時に、あえて7を狙わずに、準備名の一つの例としては、左リールにこのピンクのバー、今滑っちゃいましたけどピンクのバーで、中がピンク7で、右もピンク7狙っていただくと、だいたい裏の方で白7が3つとも近い位置に揃っているので、あとは1枚掛けをして、左からでも右からでも素早く押していただけると、こういう感じで高速揃えができますので、ぜひね、今の準備をちょっとやってみてください。最後にちょっとおまけで、難しめの高速目押しってものをご紹介します。何かというと、ストップボタンが押せるところから一番早いタイミングで7を揃えるというものです。これをやるためには、さっき紹介したリール配列を把握しておくっていうのと、ストップボタンを素早く止める技術、この2つが必要になってきます。一応やり方なんですけれども、まず覚えておいていただきたいのは、レバーオンしてから、このストップボタンが有効になるまで大体ですね11コマ分時間がかかります。この停止形の11コマ先を想像していただくと、まず中リールに白7が最初に来ます。でこれ結構早いタイミングで来るので、もう最速で押しちゃっても大丈夫なぐらいですね。
でその後に右左と白の穴が来ますので、もうレバーを押ししてストップボタンが押せるタイミングでもうすぐ中右左で押すと、もう本当に最速で止めれる形になります。ちょっと一回やってみますね。はい、こういう感じで中右左と今止まってくれましたね。なんでこれ結構ね難しい技術なので、もちろんできなくても全然大丈夫なんですけれども、よくね YouTube とかでやってくださる方はこういうのを結構すんなりされてるんで、僕もねすごいなと思いながら見てたりするんですけども、ぜひね高速目押しできるようになったらこういうのも挑戦してみてください。以上、高速目押しのやり方のご紹介でした。もちろんね最初はちょっと難しいかもしれないんですけれども、今上手な人もね、やりたての頃はいろいろ失敗したでしょうし、正直僕も今回いろいろ取り直しました。結構ね、ミスもしちゃってたので、全然ね、失敗しても気にする必要はないなと思いますので、ぜひね、挑戦してみてください。最初にね、素早く7を揃えた時っていうのは、ちょっとね、ニヤニヤしちゃうと思いますので、ぜひやってみてください。今回の動画は以上になります。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それでは、さようなら。